戦闘を始める前に、まずは基本。まずは画面表示の通り、デバイスを横持ちしてください。左側のバーチャルスティックはヒーローの移動。右、表示されたルートに従って目標地点へ移動してみましょう。赤い HP ゲージのユニットは全部敵です。攻撃ボタンをタップして倒していきましょう。お見事です。各ヒーローにヘラのメインの攻撃スキルです。スキルを使って敵を倒してみてください。敵を倒すことでヒーローレベルが。このスキルは敵を強制移動させ、2つのスキルを合わせてヒーローレベルが獲得したスキル。スキルアイコンの内側のゲージはレベルを示す敵ヒーローが現れました。気をつけてください。敵ヒーローもスキルと通常攻撃を合わせて敵を倒しましょう。スキルレベルが4。ヘラの最終奥義は高速移動し前に進みましょう。最後の練習になります。これまで覚えた知識で敵を全部。お見事、ビッグ。単純な練習に過ぎない。ここからが戦いの本番だ。マップの左下側は味方の陣地。青い HP ゲージのユニットは全部味方だ。前の練習でも聞いたと思うが、赤い HP ゲージのユニットは全部敵だ。我々の最終目標は敵陣最深部の大きなクリスタルを破壊する。あれを撃破すれば我々の勝ちだ。しかし、あのクリスタルは今魔法に守られていて、一定の手順を踏まないと攻撃不可になっている。まずは3つのレーンのうちどれかの防御タワーを全部破壊しなければならない。それと同じく味方陣地のレーンがどれか陥落すれば我々のクリスタルも攻撃されてしまう。無難にヒーローを3つのレーンに分散して着実に実力を上げつつ一気に突破できるチャンスを待つのも一つの方法だ。さあ、行きたいレーンを一つ選んで行ってみろ。さあ、行きたいレーンを一つ選んで行ってみろ。敵のファーストタワーをどれか一本破壊しましょう。あなたに。はい、ファーストキル。ほら、魂を借りに。もう倒されました。
返しましょう。暴走し始めました。敵が倒されました。どこにいたの？